いちこです。今日は2021年9月20日月曜日です。高松の天気は晴れです。今日も朝早く自転車で走りました。春日川の浮草の菱がどうなっているのか含め気分転換が主です。途中前から知りたかった花を見つけましたので機会があれば流します。今日は昨日の動画の続きで帰路の途中にあった樹木です。マテバシイです。いわゆるどんぐりですね。私はどんぐりの木は一つだと思っていましたが、以前からよく通る高松自動車道の高架下には街路樹としてたくさん木が並んでいました。何の木かはわかりませんでしたが、ある時どんぐりの実がたくさん落ちていたので、この木もどんぐりだとわかり気にかけていました。そこで前回取り上げたウバメガシにもどんぐりの実がなっていて、今回のマテバシイです。木に名前をつけていただいたから調べることができました。多分名前がないとわかりませんね。ネットでマテバシイを調べていると、どんぐりの実は19から21ぐらいの種類がありました。ではいつものようにウィキペディアの記事を読み上げます。誤読があるかもしれませんがお許しください。どうぞ。マテバシイ出典フリー百科事典ウィキペディアより。マテバシイ、学名イソカーパスエジュリスはブナ科の常緑高木である。植物分類上はマテバシイはマテバシイ属に属し、シイの木が属するシイ属とは同じブナ科でも別属に分類されるため、葉や幹などの外見はシイの木に似ているものの、系統上はシイの木の近縁の別属である。日本に自生するマテバシイ属の植物は本種とシリブカガシの2種のみである。名称、学名の種小名のエジュリスは英語のエジブルに相当するラテン語の形容詞で食べられるという意味である。和名は葉がマテガイに似たシイの木であるという意味がある。別名でマテバガシ、マテガシ、マタジイ、サツマジイ、アオジイ、トウジイとも呼ばれる。分布生育地、日本の本州の房総半島南端、紀伊半島、四国、九州から南西諸島に分布し中一。温暖な沿岸地に自生している。人手によって自社の境内や公園などにも植えられている。形態、生態、常緑広葉樹の高木で樹高は15メートルになる。幹は表面が滑らかな単胚褐色で、縦に筋が入り下部の枝がない樹形になる。若枝は貝褐色で無毛である。葉は互生してよく茂り、長さ5から20センチの陶卵状長楕円形で、前縁葉身は厚い角質で厚く、表面が平滑で光沢がある能力色、裏面は貝緑褐色で細かい鱗毛が生えている。花期は6月頃で雌雄同種。小花、雌花とも葉の付け根から直立して大褐色の10センチ程度の水上花状をつけ、栗の花のような匂いがする。小花の花状は大褐色で長さ5から8センチあり、皿状の花皮から長い12本のおしべが突き出る。雌花の花状は緑色で長さ5から9センチあり、3つに分かれた雌しべがある。果実は喧嘩、いわゆるどんぐりで、長さ2から3センチの長楕円形、翌年の秋、10月頃に熟す。下部は直径 1.5 センチの腕形の角度に包まれ、その表面につく鱗片は瓦重ね状に並んでいる。頭芽は球形で、単緑色の複数のガリンに包まれて、葉の付け根につき、枝先に加賀が数個つく。葉根は半円形で、維管束根が3個ある。利用、樹木は街路樹、防風樹、防火樹として植栽される。材は建築材、器具材、木炭、焚き木。果実はタンニンをあまり含まないため、アク抜きを必要とせず、そのまま行って食用になる。
行って食べると美味しく食べられる一方、生食でも食べることはできるが、あまり美味しくはない。粉状に粉砕して、クッキーの生地に混ぜて、縄文時代のクッキーとして味わうこともできる。食菜。食菜可能地は、日本では、東北地方南部から沖縄の範囲とされ、各地の団地に植栽されている。マテバシイは葉は大きく密につくため、裂植すると遮音性が高まり、防音効果が期待され、大気汚染にも強いことから、往来の多い道路沿い場所に最適な樹種であると言われている。植栽適期は3月下旬から5月、6月下旬から7月中旬、9から10月とされる。加工食品など、松浦市、高島では、マテバシイを原料にした焼酎が製造されている。神奈川県では、マテバシイを原材料にしたお菓子、お茶、食品を製造販売している会社も存在する。以上で読み上げは終了いたします。はい、これで終了いたします。ありがとうございました。皆様に、幸、多からんことをお祈りしております。